よっしゃ。おはようございます。はい、おはようございます。さて、引っかかった引っかかった。しょうがないじゃないか、一回。はい。大丈夫だよ。そして横歩きで、横歩きして、私がさ、前飛んであげるから、私が飛んであげるから、あ、どこにいる？中心このぐらい？駅の上。え？私の中心、ここ。え？え？私が駅の上に第二拠点に行く駅の上。こっちか。めっちゃ下やで。で、私一緒に上がっと。まあとりあえず行くで。振り向くで。これぐらい。ここ。ん？ここ。目の前。ここぐらいが中心。うん。これぐらい。うん。まあじゃあどうぞ。行ってください。どうぞ。行って。比較するから。比較するから足元行って。あ、そういうこと。比較するから足元。どういうことかわからんかったさ。ここら辺カットするし、はい。それでは私ひょいこがこの世界に来て真っ先にじゃないけど取り組んだものすごい建造物をご覧ください。どうぞー。ダラダラガンダムガンダム頭がでかいガンダム足がでかいな。はい、頑張ったね。顔は触れないでほしいんですけど、エールストライクガンダム、ガンダムシードから、エールストライクガンダムの装甲なしバージョンを参考にして作りました。めっちゃ不細工だな。でも横から見たらなかなかね、この角度。またもうちょっと。それくらいかな。この辺から見たらもう結構いい感じよ。顔さえ映らなかったらそこそこいいできないよ。一番重要やんか、それ。一番重要な顔がね、すごい失敗しました。ね、無理。顔作るからし。誰か顔作ってほしい、代わりに。でもこれ結構再現されてると思うんですよ。ちょっとエールストライクガンダムの、画像をね、ちょっと。うん、左ら辺にポンって出しとくけど、左ら辺にポンって出しとくけど、まあ出てるかなっていうぐらいで、だね、頑張って作りました。まあじゃあ、はい、もう一回足元の方にいらしてください。はーい、はい。私がこうやって行っても、一応大きさもね、それなりに再現してるつもりなんですよ。大体、うん、映像の中の大きさというか、こんなもんやったかなっていうぐらい。最初足からね、入って上の方にね、登っていって、どんどん登って何回死んだのか落ちたね。で、左右対称にもしやなあかんし、だから私、外からね、チクチク文句言ってたよね。そこずれてんねって。最新って難しいやし、つってちょっとこのはしごがあるのは登るために使ってたって、まだ発揮してないんですけど、後ろと、ほんとだね、取れてないね。いや、いいんじゃない、後で外しとく。そうやな、別にいらんしな。ね、こうやって、まず、そうね、左右対称にするのも大変やったし、ある程度どこまで似せることができるのかっていう、究極の、肩幅の幅と、この腕の幅を決めたりするのとか、バランスとかも、すんごい緻密な作業をして、制作期間は約1ヶ月です。そうやな。あ、そんなにかかってない。うん、なんか、まあ時間で言うと4日ぐらい、うん、4日間ぐらいの、うん、1日ぐらいの、時間をかけて羊毛をせこせこ集めて、そう、頑張りましたよ、私も。で、はい、コックピットも一応ここ入ってます。下働きばっかりだよ。はい、コックピットは入れてませんけど、再現できません、無理です。そうだね、ね、ここもまたちゃんと直してただの飾りにするっていうね。本当に顔面はね、本当だね。さあ、次、私からしたら私のメインはこっちなんやけど、かなり頑張ったんですけど、これは。はい、こちら。最後に紹介するのが、天空城、まこむぎちゃん作。めっちゃ頑張った。自分の中で。でも一応、はい。こんぐらいかな。はい、こんぐらいで。ドン。はい、天空の扉。まあ、デザイン協力も私させていただいて、基本的にまこちゃんが、制作、私がお手伝い、そしてこの水冷エレベー
ーターを基本的に完成させたのは私なんですけど、ここ水流エレベーターのね、射出口てか情報地点のここは良いとかね、そう、すんごいね、あのこのかっこいい鳥で作ったのにここがブサイクだったからちょっと私的に腹立ってね、まあ、第1パートで映ってたあのガラス張りの、あ、そうです、あそこを大改造、第1パート見ていただいた方はあのあれがこうなりました、ドンまた画像載せられた方がいい、あの雷で撃たれて、雷で撃たれてドーンってなったのが、うーって言ってた、あ のがあのこれに、ありました。中もね紹介しとこうか、中はもうあんまり変わってないちっぽけなんだけど、こうやってね、うん、あんま変わってないね、でもちょっとあの変わってないんだけれども綺麗にしました、中も白い、白です、ガチャ落ちるかガチャ、はいこれが私なりの情報でこうなりました。そしてい、はい、ここからは完全に私作です、はい、まーちゃんどうぞ、中最初におかえりなさいませ、はい、お嬢さん、ここはもうなんか別に玄関っていうのをあえて作らなくて、あの扉とかつけなくて、はい、ここはそのなんかダンスルームみたいな、おかえりなさいませ、お嬢さん一緒にダンスなんていかがですか、キモいからええわごめんよなんでそんな傷ついてんのごめんってごめん許してよ、ほらほらクリエイティブで悪いけど木のリンゴ出したよ、あったけやんかったしまああのこれは本当に、まあ、この多分ね床はね、あの第1パート見てもらった方はすごく見覚えのある床だと、ここで私たち第1パートの時にってなったところです、はい、これまあここはあえてこのままにしました、床の模様のこのグローストーンは私がちょっとアレンジさせていただきました、まーちゃんがやってくれたんだけどちょっとこの砦には合わないと思ったので手を加えさせていただきました、はい、では、でお嬢様お部屋はこっち上です、はい、階段ね、広々とした階段を使っていきました、はい、まずこちらに行きましょう、はい、ここは完全なる応接大広間の広間なんかまあお食事とか取れたりここでね、で暖炉もありますので、一応あの最新の注意を払って燃えない作りにして最新の注意を払ってます、これは以前でまー、あ、ちゃん自分のサーバーでね大いに燃やし尽くしたという、そうですよ、ね、うん、大事件が起こったんです、大事件がありました、っていうかあの第一拠点も実はまー、あ、ちゃん一回燃えたんだよね、燃えたんだよね、あの匠にバカされたのそう一回燃えちゃったんだよね、まあここがまあお昼間というかまあほんまに何でもできるところで、シャンデリアのつもりシャンデリアまあつもり何も言わへんわ、うん、つもり でこれも絵画がありまして、でこちらの部屋は私が設計させていただきました、お姫様のお部屋、部屋です、はい、でカーテンをつけたかったんですけど、カーテンがない代わりにツタをこうやって伸ばして、だいぶ伸びたね、だいぶ伸びたね、まだ伸びない、真ん中が全然だねこれ、ここでもここ端っこはだいぶ伸びたね、うん、ここだけ部屋区切って作ってくれたね、で、これね、ベッドのつもり、お嬢様の、あの、決して寝れないんですけど、あの、ベッドのつもり、まあ、つもり、ピンクのね、あそこ、あれ、これ時計のつもり、時計です、これ、うん、壁時計的な、で、これはね、クリエイティブで出してきた、あの、よい子がなんかこれ置きたいって言うからどうぞって言って置いてもらった、ちょっと高級な壺感覚、そうそうそう、これなんかそうじゃん、見える人は見えるんじゃんかな、これ、高級な壺感覚で、あーね、なるほど、じゃあここはもうそんなに後であのここの紹介もします、でも私がこだわってたのがなんでここにベッドあねと思うんですけど、まあ、それは省します、はい、ここえリスポーツチェーン違う違う、あ、ちゃんとさっきあれか寝たから、はい、ここがよくあるじゃないですか、これなんかね、部屋は冷えますね的な、違うかなんかまあこれはよい子から注文を受けまして、バルコニーをなんか王族のバルコニーを作ってくださいって的なね、やっぱ城にするんやったらバルコニー必須やもん、でなんかねお城のバルコニーこれこの円球のこのなんか丸っぽい形を、うん、それしかイメージできなかったんでこういう形にしました、このね外の窓のね区切りも私がちょっとデザインさせていただいて、で最終的にまーちゃんに許可をいただきました、こういう感じ、本当はよい子が言うまではここ全部ガラスだったんです、ここまっすぐ2列ドゥーンってガラスやったんですけど、まぁ、あ、ちょっと分けた方がいいんじゃないかと、
まあ、結果的にこっちの方がかっこよくなったんで、うん、こことこういうカクカク感ももうちょっと複雑、私は複雑感があるのが好きだったので複雑だったんですけど、さすがにっていう感じでちょっとシンプルになしたっすか。私はシンプルが大好き。私はカクカクが大好き。複雑が好きだね。私はシンプルイザベストだけど。そして、最後さっきのお姫さんのお部屋、やっぱりここ王族部屋なので、脱出用の扉があってもいいだろうという意味を込めました。脱出口があります。まあ、それか屋上に行ってもいいんだけどね。はい、これがまあ屋上庭園みたいな感じになってます。庭園にはなってないわ。庭園にはなってないな。屋上です。屋上、まあ、なんか作ってもいいけどね、この後。これも屋根の構造っていうか、こういう壁周りも私がこれやらせていただきました。はい、ありがとうございました。これもなかなかろうそくの付けどころとかもすごい迷うね。なんか前と後ろはちょっと違うんですよ。最初のデザイン、これが最初のデザインだったんですけど、そう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 、まっすぐなのね。ずっとこれが私の最初のデザインで、前が私のデザイン、そう、よい子が転生してくれたやつね。やっぱ前はかっこいい方がいいだろうっていうことでこうなって、後ろはまーちゃんのデザイン、あれがまーちゃんのシンプルイズベストのデザイン、そう、もともとのデザインですね。もともとのデザインを使ってやってます。後ろ作りは私の方が得意だったと思って。うるさい、嘘、私は内装専門だ。はい、内装はね、まあ、じゃない。はい、で、こういう感じ作りました。はい、このガラスいいでしょ。ガラスね、うん、下が見えるようになってます。まあ、最初クリエイティブじゃ全くなかったんですけど、最後もうこの城を作るってなった時にね、クリエイティブにしねってここまで頑張った。でもここまで頑張った。あのね、ここまでこの1回だけここまで頑張った。クリエイティブで作り始めたのはぶっちゃけこの城だけです。あと全部自分たちで道具を集めて作って、この上からはクリエイティブです、すみませんがって感じ。そう、ネザー水晶が明らかに足りなくなったんで、うん、ちょっとずるしちゃいました。蓄えがもう底をつきまして、もう取りに行くのが私めんどくさくなったので今日私が取りに行きました。うん、取りに行ってくれたね。向こうは私作って、私が向こう作ったことによってなくなっちゃったから、まーちゃんが作ってる間に私は素材を集めに行って、はい、ただいま、はい、置いてくわ、ほんじゃ次行ってくるわっていう。そうそう、だからここのネザーもだいぶ探索しちゃった。疲れたね。うん、とりあえず、はい、バルコニー集合にしようかな。はい、はい、第2拠点とかいいの？やるよ、それは別パート。はいはい、じゃあダブル取りでいくね。はい、はい、皆様どうでし、いかがでしたでしょうか。私たちの作品特別編、元サーバーでいろいろ作ってたっていう、いろいろやってたよみたいな。ぶっちゃけたくさん作ったのはこの第一拠点だけなので、次特別編パート2は第二、第三拠点ともに紹介したいと思います。何後ろでちょっとね、こら、何後ろでそこ贅沢に。いや、チャッキーン、眩しい。あ、というわけで、次回、姉妹でマインクラフト実況特別編パート2でお会いいたしましょう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。またねー。